ただのデブではないと証明した男、日本を代表するスラッガーである中村剛也は、大きな体でボールを遠くに飛ばす姿が魅力的である。彼は生まれた時からたくましい体をしており、出生時の体重は 4259g だった。ベビーベッドからはみ出しそうで生まれたばかりなのに、もうお宮参りですかと尋ねられたこともあった。幼稚園に上がると足のサイズは 21cm まで成長し、園児用の下駄箱には当然入らなかったので、中村の靴はいつも下駄箱の上に置かれた。小学校に上がったら成長は加速し、健康診断でとうとう肥満と言われてしまい、学校は母を呼び出し普段の生活を事細かに聴取。しかしうちにはうちの育て方があると言って、中村の体型を尊重して学校に怒った。そうして大きく育った中村だが、実はとんでもなく俊足の選手でもあるのだ。身長 175cm 体重 102kg という体格でありながら、 50m 走のタイムは驚異の 6.3 秒。高校時代はあのスピードスターの西尾勝義よりも盗塁数が多かった。さらに中村は野球以外にも多方面で活躍する。なんとクレヨンしんちゃんで声優デビューしたのだが、しんのすけに棒読みだと突っ込まれてしまった。